暗闇にうっすらと動く黒い物体札幌市南区の果樹園に設置された無人カメラで昨夜撮影された映像ですよく見ると一頭の熊がゆっくりと歩いていました一夜明けその周辺では木が折られプラムが食い荒らされた跡が熊による食害などがあったのは札幌市南区白川にある果樹園です この果樹園では5日前から桃が食い荒らされるなどの被害が続いていて札幌市が監視カメラを設置し警戒に当たっていましたこちらが被害に遭ったプラムの木ですこの木の枝を折っているクマの映像がこちらの AI カメラに映っていました札幌市は昨夜 監視カメラで熊の姿を確認後、警察と周辺をパトロールしましたが、熊はすでにいなくなっていたということです。プラムの木を荒らした熊は体長2メートルほどの成獣とみられています。ま,まず防除対策をしっかりして、まあ、その上で。 駆除というものも並行して考えていきたいと思いますので、そういった意味でまずは電気柵で囲って、まあ、寄せ付けない対策を始めていくというところからやることにしています一方、道東,東の中標津町懸別の住宅街ではおととい、家庭菜園のトウモロコシが食い荒らされているのが見つかりました。窓からトトウウモモロロココシシ畑を見たたにトウモロコシがいいっぱい倒れてたので で大雨降ったので雨とか風で再生やられたのかなと思ったんですけど行ってみたら食いやらされた跡があったので。付近では子グマと見られる足跡も発見されています。専門家は特にこの時期は山を降りてくる熊が増える傾向があると指摘します。この時期はあの熊にとって一番食べ物のない時期でやっぱりこう食べ物を探して歩く範囲が広くなるんですね。 でどうしてもま人里まで来るっていうことがやっぱり多くあります。根のあって甘いもの、あるいは実のなって甘いものっていうのはクマが好んで食べるものになりますね。警察や自治体ではクマが出没した周辺の住民に対し、クマを見かけても近づかないよう呼びかけています。